立花の明美立花の明美5月慶応4年8月28日は幕末期の歌人、国学者。身近な言葉で日常生活を読んだ和歌で知られる。越前国石場町に生まれる。聖歌は紙、筆、墨などや家電薬を扱う商家で、父親は正元五郎衛門。明美は正元や木田立花屋七屋敷の一つの第六代目で、 名は五十三郎、意味川と時。後に、奈子こと、さらに千八百五十五年、四十三歳の時、明美と改名する。立花処刑の血筋を引く立花の死の家柄と称し、そこから、国学の死である、田中王秀から豪として、立花の名を与えられた。二歳で母に、死別、十五歳で、父が死去。おじ、山本平三郎の貢献を受け、 家業の巣製造業を継ごうとするが、嫌気をさし、28歳で家督を弟の千に譲り、陰遁、京都の来山陽の弟子、小玉三郎の家塾に学ぶなどする。その後、飛騨山の田中王秀に入門し、歌を読むようになる。田中王秀は、元織範リの国学の弟子でもあり、明美は、範永の死後、秋津彦水桜根大人の霊威を書いてもらい、 それを床の間に立てつって、独学で歌人としての精進を続ける。門弟からの援助、寺小屋の月謝などで妻子を養い、精品な生活に甘んじた。当初は諏訪山で陰遁していたが、37歳の時、三津橋に住居を移し、わらやと自称した。43歳の時、大病を押し、なお明美と改めた。1858年、 安政の大国で禁止中の松平春学の命を受け、万葉集の修化を選んだ。明美の学を慕った春学は、1865年、過労の中根幸恵を案内に、わらやを訪れ、出資を求めたが、明美は辞退した。1868年8月死去、去年57、明治に改元される10日前であった。1919 19年、 正語彙を追造された。特に重機のない場合、立花の明美入門による。立花の明美の長男、井出今重は、父の残した歌をまとめ、1878年、立花の明美以降、忍の夜歌集を編纂した。正岡式はこれに注目して1899年、日本史上に発表した明美の歌で、源の実ともい歌人の名に値するものは、 立花の明美ただ一人と絶賛し、牧十一滴において、万葉以後において、歌人四人を得たりとして、サネとも、タヤシムネタケ、ヒと共に、明美を挙げている。以後、ホトトギス及び荒らぎの影響下にある、和歌館において重要な存在となる。忍ぶの夜歌集に、独楽、銀がある。製品の中で、家族の温かさを描き、次のような歌がある。 楽しみは祭祀むつまじく打ちつど人を並べて、物をく富士楽しみは稀に魚にて地頭みながうまし、うましと言って食うとき楽しみは空暖たたかに打ち、晴らし春秋の日に出でありくじ楽しみは、心に浮かぶ墓なごと思い続けてタバコ吸うとき、楽しみはせんなくなりて、ワビオルに、人の来たりてせん暮れしときどれも、楽しみはで始まる一連の歌を集めたものである。1994年。 秋人天皇、皇后美智子がアメリカを訪問した折、ビル・クリントン大統領が歓迎の挨拶の中で、この中の歌の一種、楽しみは朝を切り出て、昨日までかりし、花の咲ける見る時を引用してスピーチをしたことで、そのと歌は再び脚光を浴びることになった。立花の明美記念文学館2000年4月、福井県福井市のあたご坂の急遽。 黄金社後に検証施設である、立花の明美記念文学館が開館した。 福井市案内、福井市役所編、1929年6月1日発行、P61、立花の明美入門、福井市、立花の明美記念文学館編、2002年2月1日、発行、P12、明日は小学校100年史、100周年記念史、編集委員会発行、1973年3月15日発行、 P189100 周年記念誌編集委員会、明日は小学校100年誌100周年記念事業、実行委員会、1973年、189ページ。久米田博橘立花の明けの研究、ひーぎ発行書、1971年、223ページ。福井市、立花の明け記念文学館、立花の明け入門福井市。 立花の明美記念文学館、2002年、12ページ。福井市、立花の明美記念文学館、立花の明美入門福井市、立花の明美記念文学館、2002年、12ページ。福井新聞社、百科辞典観光委員会、福井県大百科事典福井新聞社、1991年、579ページ。田尻左編。 増位所見伝蔵法版上徳士増位年表 B48 福井市、立花の明美記念文学館、立花の明美入門福井市、立花の明美記念文学館、2002年。井出ましげ、立花の明美全集王風社、1983年、14ページ。井出ましげ、立花の明美全集王風社、1983年、15ページ。井出ましげ、立花の明け見 立花の明美全衆王風社、1983年18ページ。いでましげ、立花の明美全衆王風社、1983年20ページ。いでましげ、立花の明美全衆王風社、1983年21ページ。ありがとうございます。